皆さん、こんばんは。j の o s 理事、九州沖縄支部ブロック長の並木博文です。今回は教育講演として、離島医療におけるリソースマネジメントと題して、約20分の講演をさせていただきます。本講演では、私が平地離島で学んできた過程をお示ししまして、これからマネージメントを行い始める方、学んでいきたい方の一応となれるような内容としました。それでは、 よろしくお願いいたします。スライドを共有させていただきます。はい。それでは始めさせていただきます。私の経歴です。現在は沖縄県の久米島にあります公立久米島病院にいます。35歳で管理職につき、40歳で病院の院長となり、現在に至っています。 今回の目次です。マネジメントを学んでも現場にはなかなか活用できないことも皆様あるんではないでしょうか。知識が邪魔をし、経験が邪魔をし、忙しさのあまり感覚的になってしまうことなんてもあるんじゃないかなと思います。私自身は管理職になるためにマネジメントをきっちりと学んだわけではありませんので、気がついて実際に使ってみて、 そして今でも使っていることが残っている。そういった状態になっています。その過程は決して効率よくとは言いませんでしたが、試しながら進んでいく術を得てきました。その一部を皆さんに提示していきたいと思います。マネジメントにおいて様々な原則が言われていると思います。そしてマネジメントで学んだことが現実に沿っていないと。 感じることもしばしばあると思います。少しわかりやすく例を挙げますと、タコの上げ方、まあ、マネージメントを勉強したんだけども、実際に上げるのは簡単ではない。そういったことも一つの例として挙げられます。この写真は私の息子が同じタコを北海道、そして沖縄で上げている写真です。私がある時息子に タコをあげるのに、北海道と沖縄でどっちが難しいのと聞きました。息子はわからないけど、北海道は寒くて沖縄は暖かいというような答えでした。まあ、期待した答えとはほど遠いですが、多分死になんだと思います。タコをあげるための技術や向き合う姿勢は同じであっても、そもそもタコをあげている場所が違います。 同じ空にタコをあげているようでもやっている人も時間とともに変わり、場所も当然違います。写真だけを見ると同じような空に同じような人があげているように見えますが、実際は違うということです。これらの写真から同じものを探したいところですが、タコですら、まあ、時間の経過ともに劣化として違うものとになっていきます。 マネージングと始めて間もなくは思ったよりも事情が違うってことに気がつきますと、共通するものを見つけたり、自分がわかりやすいものを見つけたり、効率化を目指すことを始めてしまいがちです。自分にとってわかりやすいように安心したいよう、そういった気持ちが出てきたのかもしれません。忘れてはいきませんが、人は必ず間違いを起こします。そして医療も 時折間違いを起こすことがあります。先行きが見通せる性質を予見可能性、それを回避できる性質を回避可能性などと言いますが、理想が先行した状態では見通せるはずの先行きが見えず、回避できる危険性を見逃すことになります。結果的には現実が見られなくなってしまうことになります。こちらのスライドはそれを表現したものです。 この予見可能性、回避可能性は法的によく使われる言葉ですね。理想が見えていても現実には到達できない、そういった状況において、マネージメントするものは動かなければなりません。動かなければことが動かないからです。現実も刻々とかかって変わっていく、その中で動いていくということです。ただでさえ予想できる未来が、 まあ人工動体ぐらいだとすれば人と組織が真理としてどのように動いていくかそこの重要な点はまあ流れに上手に流されることではないかなという,うに考えています特に平地離島においてはリソースを分かる範囲で整理しておくことがマネージメントをするマネージャーにとっては非常に安心な材料ではないかなという,うに思いますよく言われる リソースとしましては、人物カレー、そして情報、知財などが分かりやすいリ,ロースリソースではないでしょうか。そしてこれらをリソースを動かすのがオペレーションです。オペレーションというのは、マネージャーにとっては分かりやすい現実だというふうに考えています。それらオペレーションには、プロセス、そして組織があります。 皆さんが所属している組織自体、これは非常に現実的で、そしてそれが動いてきたプロセス、そして今やってますそのプロセスも見えていますプロセスも非常に現実味があるんではないかなと思います。マネージャーにとってはこれらのリソースやオペレーションを整理して考える、そしてこれらを掛け合わせるといった目的で考えたときに これらを目的を遂行する力、ケーパビリティが非常に重要になってきます。私は自分自身がリソースの一つとして、碧地離島に行っていましたが、診療所の所長やまあ院長といった職位を得て、オペレーションを実際にすることで、リソースである自分を活用しながらマネージメントをするようになってきました。 この後はこのオペレーションを学ぶ道筋をお見せしたいと思います。改めまして、あの、私は日本全国いろんな場所で生きてきました。時に海外でも生きてきました。人に出会い、組織に出会い、2014年からはオペレーションをする立場になりました。まあ、同じ道筋の方はいないという点で典型的では、 ないかなと思いますが、人組織の姿を見て、人組織、そしてオペレーションを専門的ではないにせよ、経験中心に学んできました。さて、皆さんが私と同じ道筋を経ていないとして、どうやって人組織、そしてオペレーションを学んでいくと、皆さんらしく学んでいくことになるんでしょうか まあこれらの学び方に関しては、まあ、知識や才能、まあ、時間、お金などでは解決しれない部分があるんではないかなと思います。まあ、それは、良い位置にいて、方向性を持って十分な努力をする、そういったことがやはり大事なんじゃないかなというふうに振り返って考えております。まあ、努力は報われるなんていう言葉もありますが、まあ、良い位置にいてかつ、方向が適切で十分な努力をすれば、 報われる可能性が上がるっていうことでいうふうに理解をしてますが、闇雲に経営を勉強しても現場ではなかなかそれが生きないということではないかなというふうに思います。まずそういった職員にある方、そういった立場にある方にとっては、リソース、そしてオペレーションをかけて考えた目的を遂行する力としてのケーパビリティを学ぶことが マネジメント力を上げるときに学ぶ方向性を意識する、そういったことも加えて非常に重要になっていくんではないかなと思います。経営学というのはまあざっくりあの6分野に分かれるというふうにあの言われております。まあ、皆様の位置がまあ経営陣なのか、いわゆる診療部長の一員、まあ、部長クラスなのかで、 6分野のどの領域がどの程度必要になりやすいか、そういったことをわかりやすく図表に示しているつもりです。参加者の多くの方がこの点線上の下の方に分類されやすいかなと思いますので、今回は事業部長レベルの話を例として進めていきたいなと思います。 先ほどまあ経済、経営学がまあ6分野に分かれますと言いましたが、ビジネスモデルに関しましても、あの4つの要素があるというふうにあの言われております。まあ、皆様の,あのお仕事上のまあ医療者としての目の前の患者さんに対してどのようなことをするか、まあ、そのビジネスモデルに関して見ていくとすれば、あのどのようになるか、少しまたお考えになっていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、具体的に患者様に対して、 どんな価値をどのように提供する、その結果として、どういった、まあ、あの経済的なまあ見返り、まあ、収益としての見返りがあるか。そういったこともいろいろ考えることがあるんじゃないかなと思います。まあ、なかなかの医療に関しましては、まあ、いろんなあの側面もありますし、まあ、ある特定の側面だけを切り取ってあの考えていくと、まあ、想像がいろいろ膨らむところはあると思いますが、まあ 個人にとって、またその地域にとってっていう側面をあの広く見ればあの見るほど、まあ、単純なもの、まあ要はビジネスモデルというものはほとんどの場合、まあ、現実の一部を、まあ、単純化したようなものですから、それらを、まあ、あの割り切って考えるっていうのは非常に難しいんではないかなとも思います。まあ、もちろん非常に優秀な方にとってはわかりやすいっていうこともあるかなとは思います。 また、あの、事業系と、あの、事業目標についてですが、まあ、ざっくり、あの、短期、中期、あの、長期の目標と、まあ、モデルっていうものがあります。まあ、医療の、あの、非常に誠実な面を、あの、前面に、あの、出すとしましたら、まあ、医療の価値を患者にどうやって提供するのか、まあ、提供し続けるかっていうのが、まあ、重要ではないかなと、あの、考えられます。特に平地、平一党にとっては、 これら継続性って表現されるようなこと、つまりこうどうやって提供するのかっていうことが重要なんではないかなと考えます。私の場合はあの自分自身がリソースでありましたので、リソースであった自分の周りにあるリソースを整理して知ることが非常に重要と考えまして、それらの整理に努めて時間を の、かけて、あの、来ておりました。まあ、改めまして、あの、人組織オペレーション。まあ、こちらの方に、あの、向かっていくにあたって、まあ、どのような方向で学んでいけばいいかということに関しましては、やはり、あの、この矢印の根元にあります、一の経営戦略、二のマーケティングにつきましては、非常に学ぶ。 基礎になななる部分ではないかなと考えております私の場合は非常に無宿以上に自己学習をしたり書籍を読んだり動画を見たり人に教えてもらったりとかいろんな情報を得ながら学んできたところです。 まあ皆さん、もう、あの、こういった、あの、政権内科の研究会でもいろいろご報告をさせていただいておりましたが、管理職にいる中でも、まあ、自分で学ぶだけでは対応できなかったことに関しましては、まあ、東海でも非常にあの、おなじみの青森の平野隆弘先生や、まあ、私の平地児童活動を、まあ、最初から、そして今でも、まあ、支え続けてくださっている小林大先生から、あの、ご指導いただきながら、 そしてあのリソースの一つである、ま、知財の資格、ま、経営戦略とマーケティングを、ま、知財の面から体系的に学んだあの、知財アナリストの資格を通じて、あの、学び続けて、ま、結果として、ま、こういった人組織オペレーションのブーフォ法に、あの、向かうことが、あの、向かい続けることができておりました。どんどんの方にとっては、 まあ5、五、六ですね。人組織オペレーションをまあ経験してしまって、まあ、この枠内をあの学ぶことがあまりないままに、まあ、理想と、まあ、現実の間に立ち止まってしまうようなことがありますけども、まあ、先ほど申しました、まあ、良い位置に行って、なおかつ方向性が適切であれば、まあ、多くの,あの方々、まあ、ご参加の方々のほとんどが、まあ、努力の、あの、才覚がありますから、まあ、報われる可能性が上がるんじゃないかな、というふうにあの考えております。 まあ、周りを見ながら、まあ、やっていくとしましたら、まあ、同じ方向を見据えている人、まあ、地域、組織、まあ、仲間でしょうか。まあ、思い浮かべていただくと、まあ、こちらの方向に、あの、歩みやすいんではないかなと思います。まあ、それでも、決して簡単ではないかなと思います。あの、それでこそ、まあ、学問として、まあ、まだまだ、あの、発展しているところもありますし、あの、皆様が苦労しているっていうところなんではないかなと思います。 まあ辛いとかまあ苦しいとか無視されるとか、寝泊まれることも、しばしばこういったまあ人組織オペレーションやってますと、あの、経験することではありますが、まあ、とりあえずそれらをまあごくっと飲み込みながらでも、とりあえずまあ試しながら進む。なんかそういったことが非常にあの大事なんじゃないかなと思います。まあ、後であの示しますま。実験する力。こういったのがあの一つのキーワードにもなるのかなと考えます。 まあ少しタコの話に戻りますが、まあ、どんなにタコの上げ方を知っていても、まあ、理想を描くだけでは、まあ、現実と人の、まあ、狭間に立たされて、あの非常にへこたれてしまうんではないかなと思います。まあ、私、あのバスケットボールが好きなんですけど、まあ、バスケットボールの神様のマイケル・ジョーダンなんかも、まあ、慣れないけどは、慣れないからは一度は負けたけどね、なんていう言葉も言っております。 あの、実は、慣れるってことは非常に、あの、戦略的にもこう非常にあの重要なことで、まあ、これは、まあ、経験っていうまあ側面でもありますし、慣れたら、あの、自分の体が動きやすいっていうところがあるようにも思います。まあ、失敗が、まあ、非常に今後の対応の、まあ、鍵になるっていうようなところでしょうか。まあ、こちら、あの、有名なモデルで皆さんご存知かなと思います。 まあ失敗を繰り返すっていうのは非常につらいですので、実験する力のまあマインドとしてあのご紹介しているまでです。まあ、理想を現実に近づけるには、このモデルで得た発散と収束、まあ、それらをまあ凝集する、そしてまあそれらをあの提供する、またそういう作業が必要なんではないかなと思っています。まあ、その 業種作業は、まあ人に、まあ言葉で、まあそう言葉をまあ代表する,ます,するようなまあ表現で伝え、記録し、定義することではないかなともあの考えています。まあ変わるもの、まあ変わらないもの、まあそしてまあ変えたいという、まあ個人の思い、これはなかなか非常にあの貴重で大事なものではないかなと思っています。自分の気持ちもまあ引き連れて、この近未来を描くことは、 まあ自分自身がリソースそのものであって、まあ、リソースである自分にとって、まあ、インフラである医療にとって、まあ、ちょっと余分かもしれませんが、表に出さずに持っておきたい、あのその自分の理想を描くために、非常に大事ではないかなというふうに感じております。最後になりましたが、あの本講演があの離島医療のリソースマネジメントを行うすべ、まあ、ての方の 一応になることを、あの、展望しております。まあ、皆様が、まあ,あの、半歩でも一歩でも、まあ、歩み続けて、まあ、周りを、あの、見ながら、まあ、仲間と一緒に、あの、時に、あの、くじけながら、まあ、失敗しながら、まあ、そして経験しながら、慣れながら、あの、理想を描き、描いて、まあ、現実を見て、あの、進んでいかれることを、あの、一緒にやっていきたいなと思っています。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました局所の話から今度はぶっ飛んでも地域全体、組織のマネジメントというこの振れ幅がまたね、東海ジェイムスの強み、そしてアピールの一つでございます。実際には個人を患者さん見ることというのとこの組織のマネジメントすることというのは実はフレームワークとしてはかなり似ている、やはり人がアクションする、みんなでアクションする、そういった観点での共通部分というものを他の分野からまたヒントとして え、見つけていただければとても嬉しく思います。え、それではこのセッションを終わります。え、皆様ありがとうございました。